I have a dream today. I want to study English much harder and I want to jump out to the global society in the future. 3月14日、姫銀ホールで松山南高校スーパーサイエンスハイスクール研究成果報告会が開かれました。愛媛県立松山南高校は2002年に文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールに指定され、そのカリキュラムの一環として毎年この時期に研究成果報告会を開いています。この日は生徒や保護者らおよそ800人を前に代表の8グループが1年間取り組んだ研究の成果を発表しました。私たちは名探偵コナンのトリックが実行可能であるかというテーマのもと CR に取り組みました。私たちが検証したトリックは密室を作るために使用した合鍵をカレー客室にしたスポーツドリンクの中に隠すというものです。本来マイナス8からマイナス5度の冷凍庫で作りますが、今回は一般的な冷凍庫のマイナス20からマイナス18度から検証しました。検証の結果、17本中全てが失敗し、トリックは実行不可能だと分かりました。失敗した原因は以下の通りです。突然ですが、愛媛県といえばみかんと言いたいところですが、私たちはサイクリングに着目した生産アイデアをご紹介します。これが東予中央コースです。どれも素晴らしい観光名所ですが、私たちが特に注目するのはまず漁業体験です。瀬戸内海で実際に漁業を体験してもらい、獲れた魚をその場で新鮮なまま食べてもらおうと思いました。高校生らしい斬新な視点と好奇心でさまざまな課題に挑んだ生徒たち。この課題研究で学んだことが今後の学校生活に生かされることが期待されます。